255系が引退しました。特急潮騒の定期運用における255系の運用が終了しました。255系は1993年にデビューし、老朽化した183系の代替と房総半島のイメージ向上の目的で登場しました。現在は潮騒、若潮、さざ波で運行されています。今回のダイヤ改正で259系が導入され、255系は引退しますが、特急潮騒以外の若潮、さざ波においては運用を継続します。また、ゴールデンウィーク期間中には、臨時特急列車、新宿さざ波1、4号が255系によって運転されます。255系の後継として、成田エクスプレスなどで活躍している E259 系を房総特急に導入します。E259 系は去年5月頃からリニューアルを実施して車両の外観などを一新し、空港アクセスに限らない多様な特急を目指して塗装の変更を実施しました。明日16日より E259 系が新たな特急として活躍することとなります。ご視聴ありがとうございました。